今試合はスーパーファイト50キロ級で3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。さて試合は3分3ラウンドで行われます。寺山ひなた登場、相手はサソリです。さあ放送席の福井セリナさんは、はい、この試合前に寺山ひなたの取材されたということで、はい、今入場の様子見ていかがですか？正直気が気じゃないです。本当にどんな試合になるのか想像もつかないですけど、頑張ってほしいですね。もう身内になったような気持ちですかね。本当にそうですね。さあ試合が始まります。今日の相手はサソリ。試合が始まりました。さあ、では原口さんにはテクニック的なところを聞きたいと思いますけれども、この2人の対戦どういった点が鍵になりますか？いやー、どうなさそう選手の試合あんま見たことないんで何とも言えないですけど、ただまあ女神選手に勝ってるんで、はい、強いっていうのは分かりますね。だから楽しみですね。ああ左、あれが強いですね。左ストレート、まあサウスポーに構えています。どんどん出てきますサソリ。前蹴りです。まあ、寺山はこの前蹴り得意にしています。まあ、原口さん、いつもこの長いストライドで飛んでくる前蹴りで相手を止めますよね。そうですね、あれで多分だいぶ支配してるんで、はい、あれがはまり出したら多分寺山選手のペースかなっていう感じはしますね。ですからサソリはこの前蹴りうまくしのいで前中に入っていきたいところですかね。そうですね、左ストレートを狙ってるんで、はい、そうですね、あんな感じで攻めないと。前蹴りからそしてローキックです。寺山ひなた現在4連勝中、文字通りライズクイーン。この女子の部では顔と言ってもいいでしょう。まあ、原口さん結果は出してますから、あとはもう勝ち方内容ですよね。そうですね、まあ、女子なんでなかなか KO はできないんですけど、確かに KO を狙っていってほしいですよね。サソリ出てくる、左気持ち強いですね。サソリ選手、サソリの左どうですか？いや、いいと思いますね。でもまあ狙いすぎてるところはあるんで、はい、寺山選手は多分もうじき見切ってくるかなと思いますね。ある程度このラウンドの序盤というのは相手の出方を伺う。そうですね、それからこう様子を見るというところがあるでしょう。ハイキック、また前蹴りです。左です。いや、福井さん、しかし本当によく足が出てますよね寺山は。そうですね、寺山選手足長いですね、うん、かなり遠くまで届くというか、はい、サソリ選手がちょっと笑ってるんですよね、怖くて、うん、2人のキャラが全く違いますよね。そうですね、その後来るからな、その後来るよ。いや頑張れ。あーボディーストレート、そして顔面です。あーサソリ早いですね、確かに笑ってます。あー右ストレート、わー怖いな、怖いな、サソリ怖すぎる、怖すぎますよね。出てきます、サソリが怖すぎる。いや原口さんがそういうぐらいですから、すごいですね。ボディそして顔面です。あ、入ってくる。あ、また前蹴り、まあ、寺山選手もしっかり握ってますね。よく前蹴りが出ています。また詰めてきました。ここでロング、第1ラウンドが終了。いや、福井さん、ね、これまでの試合と反応が違いますね。いやもうちょっと気が気じゃなさすぎて、でも寺山選手ちょっと余裕そうですね、ちゃんと見えてるというか、はい、まだ安心してま す, そうですか。これからどんどん行ってほしいです。はい、原口さんには第1ラウンドどう映りました？そうですね、前蹴りも当たってるし、まあ、左ストレートは見切ってるんで、まあ、大丈夫かなという感じがしますね。サソリはもうこの左ストレート狙いですか？そう、ただでも全然詰めてくると思うので、前蹴りもらえながら打ってくると思うので、打ち終わりとか気をつけた方がいいですね。そして白鳥大樹の姿もあります。チームてっぺん、この寺山ひなたと一緒にトレーニングをしています。白鳥大臣が映りました客席、それからセコンドには那須川天心と、うん、そうですね、驚きました。はい、那須川天心さんに指導してもらったら勝たなきゃですよね。まあそうですよね、チームてっぺん同じチームです。普段は一緒に練習しています。さあ第2ラウンドが始まっています。寺山のミドル、すごい、前蹴り出てきます。
出てくる。ナイス。そうそうそう。ライン蹴りで止めます。踏み止めます。そして膝。そういうこと。寺山の足技。ある程度1ラウンドは様子を見て、このラウンドから寺山も何か仕掛けてくるでしょうか。左から今度は右です。左。スロー返していく。ライン蹴りです。原口さん、ある程度このサソリの左っていうのはもう読めてきましたかね。そうですね、それに多分どう合わせるか考えてると思うんで、はい、まあ、そこはさすがチャンピオンですね。踏んできました。出てくるところに膝を狙っていきます。寺山が膝を狙う。また距離を詰める。さすが距離を詰めますが前蹴り。左、まあ、ちゃんといなしてるんで、はい、多分ダメージはないと思うんで、クリーンヒットにはなってませんよね。そうですね、ちゃんと見えてますね。ある程度この左を気をつければいいというのはもうある読めてるでしょうか。まだでもこれだけあの前に出てこられると原口さん嫌でしょうね。いや僕めっちゃ嫌っすね。なかなかねやりたいことができないところもあるでしょう。右当てました。どうでしょう、春樹さん、あの何か寺山として明確な差をつけるためには何が必要ですか。いやでも手数もあってちゃんと見切ってるんで、何でも圧勝はしてると思いますね。はい、これでパンチを出してきます。ロープキは危ない。あ、いいですね、うまいですね。そしてきます。緑で返す寺山。残りが1分切る第2ラウンド。蹴りで食い止めます。ロープを背にしてる。よく見てますね寺山ね。そうですね。蹴りが出てくる。次のパンチ。いやー、驚異的な青でしぐさです。残り30秒、コーナーに詰める。さあそれ出てくる。画面にパンチ、寺山。寺山の右。そして前蹴りです。いや怖すぎるやろ。いや笑いって超笑ってますね。笑いながら攻めてきます。怖いですよ。サソリが笑いながら出てくる。まだまだという表情です。出てきます。攻撃を待っても笑っていられる。ここでゴング第2ラウンドが終了。息できない。いや怖すぎる。怖いですね。攻撃もらっても笑っています。あれはどういう心境なんですかね。楽しいでしょうね。楽しいんですか。僕には分かんないですわ、その気持ちは。楽しんだことないですもんね、試合で。あ、そうなんですか。もう必死ですね、もう勝つのに。ハイキックもらってなかなか笑いませんよ。すごいっすよ。でも寺山ちゃん冷静ですね。まだまだ体が軽いというか若さ感じます。そうですね。多分3ラウンドもっと詰めてくると思うんで、しっかり握ってほしいですね。そして90秒で試合を終わらせた那須川天心、今策を授けます。最強の布陣と言っていいでしょう。チームてっぺん、この女子の部を引っ張っている寺山です。そしてファイナルラウンド、どうする。先に仕掛けるのはどっちだ。またサソリが出てきます。いやでも原口さん、これだけあの攻撃もらっても前に出られるっていうのはすごいですね。そうですね。ハイキック、そして顔面。そして笑ってます。また前蹴り、もらっても出てきます。左ストレート、サソリのパンチ。出てくるサソリに対して何を見せるか寺山。あ、右、あ、左、クリーンヒット。寺山のパンチ、左当たった、当たった。右ショートアッパー。いや、原口さん当たりましたよ、左ストレート。そうですね、はい、どうですか、ダメージはどうですかね。いやでも全然ないと思います。大丈夫ですか。膝いいですね。はい、サソリに対して膝を合わせるか。はい、左、うわーっとまた圧力です。
プレッシャーをかけてきました。コーナーに詰めました。サソリ、サソリ選手の打ったら流れてしまってるんで、うん、もうちょっともったいないですね、はい、出てきます。サソリが前に出てくる。ワンツーで入った方がいいですね。テレバですか。いや、サソリ選手ですね。完全に見切られてるんで、はい、まずしっかりジャブ打ってからというところですかね。そうですね、はい、もう寺山選手は楽しそうかなという感じですね。無駄なのもらえない、そういうのですね。一瞬は上がりました。この左やっぱり怖い。振ってきます。いきなり左振ってきます。これです。もう左左左に来ますからね。連続攻撃がありました。これはサソリ反則です。残り時間が少ない。残りが1分を切っています。さあ出てきます。右ストレート寺山、寺山右出てくる。サソリしんどいな。これだけ前に出てくる相手というのは本当にやりにくいでしょう。下がりません。そしてさあ三日月行きましたね。こっち台かけてもかけても前に出てくるのはそんな感じですよね。そうですね。うわ右ストレート、ハイキック、寺山攻撃を当てる。ただサソリ出てくる。サソリが出てきます。サソリ出てくる。首を掴んだ寺山、もう時間がありません。蹴りを当てる寺山、ここでゴング試合終了。フルラウンド戦い抜きました。いやー福井さん、判定決着になりましたね、はい、そうですね。でも終始寺山さん冷静だったように見えるんですけど、どうなんですかね。やっぱサソリ選手怖すぎませんか。いや本当そうですね。どんどん前に出てくる。あの男子の選手でもなかなかいませんよね。いないですね。まあ左はやっぱりでも怖いですね。そうですね。でもそれ冷静に対応できるのはやっぱさすがチャンピオンですね、うん、まあ経験が非常に豊富です。うまかったです。さあそれでは判定が発表となります。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ豊永29対28、赤寺山、ジャッジアキラ29対29、ドロー。ジャッジ小川29対29、差がつきません。なんとなんと延長です。延長ですか。戦突入、差がつきませんでした。2連チャン延長ですね。そうですね、チャンピオン相手に2連チャン延長すごい。あの前回は延長戦を制して、見事この勝利を呼び込んだわけです。いやしかしこの粘りなんですよね、原口さん。そうですね、まあ、寺山選手もタイトルマッチフルラウンド戦ってるんで、はい、全然問題はないかなと思いますね。セコンダー、いやー、セコンダー、またハラハラする3分間がやってきますよ。いや絶対負けてほしくないですね、ここまで来たら勝ってほしい。さあそれでは延長3分間です。原口さん、やっぱりこの寺山蹴りがありましたけども、サソリがこの前に出てくるっていうのが評価されましたかね。そうですね、蹴りを詰めてきます。前蹴りがいいですね、はい、前蹴りでこの相手を潰します。寺山だんだん前蹴りうまいですかね。しかも数いっぱい打てますよね。うまいですね、めっちゃ。あーボディ、これ取りました。おーっと、これが寺山パンチ、膝、ね、ただ攻撃をもらっても出てくるのがサソリです。前蹴りで止める。しかし止まらない。多少の攻撃をもらっても止まりません。あと右当てました。寺山また右振りに引っかかります。ショートの右ですね、はい、そして膝、さすがに笑いながら出てくる。蹴り足を掴んで左、1分が経過しました。前として出てくる左ボディーだ。サ
振りが出てくる。右手前ですね、あのショートですね、はい、ノーモーションの。これ見えてないですかね。左当てるサソリ。見えてないですね。左から右振ってサソリ。寺山のショートノーモーションで当たってきます。なんでこんな笑ってるんですか。うますぎる。戦うことがもう好きでたまらないんでしょうね。右寺山です。寺山右ボディからサソリ。膝ライドウラと首を振っています。サソリ右深い。まあ右さあそれが右ダウンします。やあ右寺山右当てます。そして蹴りを使ってくる。この近い距離でも蹴りが出せます寺山。ああ左さあそれが左。残り時間が1分切ります。左当てるサソリ。ああ右テレーマー。お互いにパンチを当ててます。出てくるサソリ左。サソリの左。いやー原口さん、はい、どうですか。もう試合終盤ですけども、いや面白いです。女子と思えないのが面白いですね。消耗戦になってきました。削り合いです。出てくる。まだ前に出るサソリ。膝を使いますテレーマー。ちょっと組が多くなってきました。2人とも春井さん消耗してますか。いやするでしょう。それはでもすごいですね。2人とも動き続けます。膝右引く。右で返した寺山。しかしもらっても前に出る。もらっても前に出るサソリ。さあ時間がない時間がない。寺山のパンチ踏んだ状態。ここで試合終了。いやすごいすごい。延長戦を戦い抜きました。すごい。まあタフな試合でしたね福井さん。すごい出し切ってますね。もう気迫がすごすぎます。どっちも引かないですし、今日2試合目の延長戦ですが、やっぱりこれ見ると3ラウンドと4ラウンドは全然違うんですね。そうですね。さて延長ラウンドマスト判定ではありません。10対9赤寺山ジャッジ小川。10対9赤寺山寺山の勝利。ジャッジ秋田10対9赤寺山。以上3対0延長ラウンドを制しました。判定は3対0チャンピオン寺山日向競り勝ちました。すごい。いやしかし苦しんで掴んだ勝利でした。鳥肌が止まらないです。いや福井さん、試合前の、ね、姿もご覧になってますから。そうですね、ギャップ半端じゃないですよ、これ。ギャップ萌えしますね、これ。試合中と全くこの表情が違う。違います。男前ですよ、確かにそうですね。かっこいい。なんかこう女子を魅了するようなね試合を見せてくれました。そうですね、憧れちゃいますね、こんな強い女子。そして敗れたサソリにも拍手が送られます。まあ原口さん、負けはしましたけど、はい、サソリも見せましたね。いやまた見たいですね。めちゃくちゃ重い選手でした。だけ殴られて笑っていられるって人は男子でもなかなかいません。怖すぎですね。前に出続けましたからね。ロッタン選手みたいですね。あ、確かにそうですね。そう、女版ロッタンって感じです。楽には勝たせてもらえませんでした寺山日向。延長戦、まあ、結果4ラウンド戦った形になります。延長を制しました寺山日向選手にコメントをお願いします。まずは戦ってくださった誘い選手ありがとうございました。いや、おお、ね、1個前の試合の尾身選手にあんなコメントしてもらったのに、王者らしい対決ができなかったというか、あ、すいません。誘い選手本当強くて、まだまだ自分はあれ、もっと、もっと強くならなきゃいけないなと思いました。はい、もっと強くなってライズクイーンとして他の女子選手より1個上のレベルまで強くなれるように、もっと強くなるので、これからもついてきてくだされば嬉しいです。今日はコロナの
ありがとうございました。選手退場。